さて今回はお城を見ていきましょう。あー寒そうだね。兵士も白いよ息が。脇はないかな。ちょっと寒そう。ピノ様お出かけでありますか。天候が悪いですので道たくはしっかりとお願いします。寒さで風邪をひいたりしないよう気をつけてくださいね。おじさま優しいな。よいしょ。見にくい。フェックさんなんだか寒いですね。おじさまかわいそうかわいそう。こっちか。あこれはあそこも凍ってるな。すごい状態で凍ってるよねこれ。こんな凍り方するのかな疑いどうなんだろう。どっから凍っていくのこういうのって。下から上から運ばれちゃう。またてん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 。あーどうしようかな。鍛冶屋の方は後にしようかな。ちょっとこっち側から見ていってにしよう。あった。あ、なになにどうしたどうしたの。あ、もう姉さんたらあの子にはそこのじゃなくって向こうの階段をあげなきゃ。あ、王子様、なんでもないの。馬の世話なんてしないんだから。私がいなくてもお姉ちゃんが全部やってくれるし大丈夫よ。あーもう姉さんそうじゃないでしょ。妹は仕事ができるんだね。そうかそうか素直になれないねちゃんと分かってるんだおもちゃんのことも。ふう寒さのせいかこの子の海馬の食いが悪いんですよ。王様の乗る馬だからいつも健康に元気にしておかなきゃいけないのに。妹もどこかへ行ったままだし。いや外にいたよ。困ったなおかしいな。なんでいつもより海馬の食いが悪いんだろう。違うやつだからだね。かわいい。そうか。あれあともう一匹いなかったっけ。おー出れないよ。視点がやばいよあれあ、そっか、もう一頭あれか。一緒に出てるんだ。ドンと、ドンだよね、確か、違うの。そうか、そうか。違わないか。素直になって、本当に。どうしようかな。わらしべイベントも多分全部できるんですけど、とりあえず一通り回ってからにしようかな。さあさあ多分お城の部屋のところも炎のエレメントがあるかと思うので、おばあさん、あ、いたたたた。こう寒いとみんなの服も厚手のものばかりでアイロンがけが大変だわ。ふうあった。お堀が凍ってしまって洗濯ができないっていうのに汚れ物の量は相変わらずなんだから。あ、そっか。このクロイスってあれですもんね。おばさんに勝てない。水に囲まれてるからそこが全部凍っちゃってるんだ。洗濯馬さん大丈夫かなイメルダさんもさ結構苦戦してたじゃん洗濯にあそこはどうなってんだろうね。ちょっと後で見に行くけど。あっち、あったあった気になるな。どこだどこだ。音が聞こえるぞ。あいた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 。あダメですよピノン様。そこは炉かな梅雨かな拭いたばかりなんですから。本当にこういう顔を言いそうだよねここいつも掃除してるね。忙しそう。ここの2つの部屋はなんかあんまり入りたくないなあんまりね。どっちだろう。こっちかな。もうカメラさんが本当に。あ、違った逆だ逆だ。こっちねこっちね。白い方だ。未だにねちょっとね
人はいるかね。いた。ふうだけか。まあ大丈夫か、風みたいな。ですね、あ、寝てる。ナイス、風邪ひいちゃうぞ。ヘックソン、ふう、寒い。なんでここで寝てるんだよ。ふうふう、寒さで水が凍って洗い物ができないわ。新しい食器を出さなくっちゃ。そんなにか。そんなに寒いの？ルナちゃん大丈夫？本当に本当に大丈夫かな。もぐもぐもぐ、寒さでこの口がもぐごっくん。この寒さでなかなか口が動かなくってカミカミしにくいんですよ。そんなに寒いの？あ、こっちは大丈夫かな。ちゃんと食べてそう。カチコチカチン、むむ、せっかく作ってもらった料理が寒さで凍ってしまった。嘘でしょ。ねえ、どんだけ寒いのよ。おい、大丈夫なのかな。中盤は高そうだね。あ、早いな。雪、これでもか。これだけ早く回してもまだ火が通らないあれか。外は丸焦げ、中は生。これじゃ王様に出せないあれ。まだ出せないんか。他の料理にしないの。この回してるの面白いな。これこれで、じっくりことこと煮込まれたそうだね。ヨカワはあんなに早く回すことができるな。あれはあれで一つの才能だな。あの速度には感心するけど、王様に料理を出すのは当分先になりそうだな。じゃあジューって音がすごい。イヤホンだから。ちょっと止まらない、止まらないよ。どんどん生地がぷにょぷにょになって、ますます弾みがついて。誰か、止まらない、止まらない。大変だな、ここの厨房が大慌てだわ。逆があったかな、落ちてたような、落ちてないような。曖昧ないか。あった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 、謎の一個だけ。謎の、上に行きますか。ここの外とかもちょっと見てみるか。ちょっと帰ろ。あ、そっか、こっちいないよね。昨日でこの寒さの中またお出かけですか。あ、いえいえ、止めようというわけではありません。子供は寒さなどに負けてはいけない。自然に触れ、自然に親しみ、そして自然に鍛えられる。そうして私がいかに鍛えられたか、本当か？え、早く出かけたいからもういい？そうですか。昨日、ぜひびこれ鍛錬です。はいはい。あ、やばい、これ楽しみだな、ちょっと、この人。いい髪型してるよなぁ。この人なぁ。この寒さにもかかわらず王子は外へ出かけるようだった。王子は私の元へとやってきた。しかし王子は私に何も話してくれなかったので返事を返すことができなかった。ピノ、もう話しかけるの諦めちゃった。外へ出かけようとしていた王子はもう一度私の元へやってきた。しかし王子は私に何も話してくれなかったので返事を返すことができなかった。ごめんね、話しかけなくて。なんだよ。フローネルの森も寒さに襲われて木々からの悲鳴が聞こえてきます。一体どうしてこんなことに。雪根村の人たちは大丈夫かしら。いや、寒そうだったけど普通だったよ。ピエトロ、どうしたことだろう。この寒さは今までこの土地にこんな寒さなど襲っては来なかったのに。すまないガピノ、今話している時間がないんだ。いろいろと考えることが多くてな。もう大事、死にそうな顔色してるけど大丈夫かな。
あー急に冷え込んできましたな。あー年寄りには答えますわい。あーピノ王子も風邪などには十分気をつけるのですじゃぞ。あーベックさん風邪ひいて死なないようにね気をつけて本当にモムさん。もうおじいちゃんなんだから。外へはどこから行けるんだっけか。塔に行ってみるか。おーすごい雪が本当に寒いんだな。お、いたいたいた、うろうろしてるあ違うこっちじゃないこっちじゃない。君君ドローない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 よ。王様から持ってくるように頼まれた。なぜ何ドローンがない。まだ探せ。私でもこのシリーズ好きだな。わかる。なぜ何ドローも好きだけど、あこの髪型とさ、この顔とさ、この帽子かぶってる人、お城の人シリーズが好きですねどうでもいいけどあの人も子供に頼りにされてやる気を取り戻したみたいで、今度はキララが拗ねなきゃいいけどね。あーそうなんだそうなんだ。教える方も教わる方も競い競われ、お互いに磨きをかけていくんですね。ちょっとなんか荒れてるぞあっちがあいつにね、なぜなにドローンここなのにいつ見つけられるんだろう。地下から先行くか。じゃあちょっと技にあったから。なんだかな、おじいさんが元気になってると。あー確かに教えてるね。はっ王子様。あ可愛いこれ。私魔法きっとすぐできるようになるよ。この寒さも魔法でなくすの。すごいな。あぶらかたぶらビビデバビデブへっへ、かわいいな。僕もここで魔法を教わることにしたんだ。あこいつあれじゃん、城下町にいなかった。そういえば今さら。あ前回もいたっけ。おじいさん僕にも教えてよ。ちゃんと剣持ってきてるし。この妹かこれ。あそういうことね。遅っおやはり教えるのは楽しいわ。よしもっとすごい魔法をこの子に教えてやることにするぞい。伊達に年を取ってはなんて。よかったなんか元気そうで。キララちゃんは大丈夫かな。おばさんから教わるのは来ちゃった今度あのじいちゃんから魔法のことをもっと教わるんだ。おばさん言うなよ。キララちゃんどんまい。いやー残ったら私のことおばさんって呼ぶのよおじさま私まだおばさんじゃないよね。ねねねね、いやまだ大丈夫じゃないかなひどいこれ、かわいそうキララちゃん。キララちゃんこの時にいくつぐらいなんだろうね。調べればわかるかな。エレナよりは行ってるからって感じか。まあおばさんではないと思うけどな。やっぱり結構誰もいない。いたいたいた。ランディのこと知ってますか。サボーさんに感化されたのか結構賢くなってきたとか。嘘でしょいろんなことに興味を持ってこの図書館にまで降りてくるんですよ。いや犬にまで影響力を持っているサボーさんってすごいんだな。結局サボーさん今日だなお前は。好きだなサボさんのこと。降りちゃう降りちゃう。上上操作しにくいな。来たぞ。キューン。ランディはいるかこっちに。ワイヤー今欲しい。ランディかわいい、ほんとにかわいい、ほんとにかわいいんだけど。あサボさんサボさんちょっと押し出してくるから。おお寒いわ。こう寒くては研究のでも進まないの。自然がおかしくなるときは何か大きなことが起こるときという。何もなければいいのだが。
今日はこの天気だし勉強は休みにすることにしよう。ゆっくり遊んでおいで、ピノちゃん。そのつもりそのつもりだわ。あ、いるいるいる、かわいいかわいい、くんくん、なんてかわいいんだ、ほんとに。ランディどこだ、何いた。あ、いる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 。ここ3人狭いな、ここ3人狭いな。話しかけられないもんだって。ちょっと待って、みんなをこっちに誘導して。どいてどいて。なんてなんて、スピーク寝てるのか。狭い。ただひたすらに寒いわ。よし、行こう。ここを出て、あれかな、エレナはまだ外にいるんかな、こんな寒いのに。いるいる、めっちゃ寒そう、めっちゃ寒そうなんだけど、あんなに早く中入ればいいのに。スースー、もうちっともできない。お兄様が小鳥を呼ぶには笛の音が一番いいっていうから指笛の練習をしてるんだけど、どこかに綺麗な音色の出る笛がないかな。あ、笛を求めてるのね。これ練習してんのか。寒いんじゃなくてね、手をハーハーしてるんじゃなくて指笛か。小鳥が喜ぶような綺麗な音色の出る笛がどこかにないかな。覚えておきましょう。もう凍ってるね。めっちゃ寒そう。大丈夫か、寒いぞ。なんでみんな中入んないの。ポロクロイ総国のこんな景色、生まれて初めて見ましたわ。美しい王国がさらに輝いて、寒さもたまにはいいものですかね。あ、景色楽しんでるのね。お振りが凍ってるのなんて初めて。あ、そうだ、凍ってるんだ。見えないかな、うまく。周りが、あっちはちょっと庭だし。見える？ちょっと見えないかもですね。ブルブルブル、こんなに寒い日でも外で見張りだなんて、お城勤めは厳しいな。こんなに厳しい仕事なら親父の後を継げばよかったかな。ブルブルブル。あー、なんか見にくいけど、ちょっと白っぽくてよくわかんないけど、多分あそこ全面凍ってるんでしょうね。全然見えないけどね。全然見えないけど、一応そういう感じですね。またもうちょっと上から見えたかな。じゃあ上の階に行きましょう。どっから行けばいいんだろう。上の階はどこへから行ける。あっちからじゃなきゃいけないか。こっちか。階段多いよな。出てみるか。外、ここから見えるかな。いや微妙だな、微妙だね。真っ白すぎてちょっと分かりにくいけど、凍ってるんだろうな。こんな感じです。あ、でも水車が見えそうで見えないな。見えそうで見えないですね。風車だ、風車、水車じゃない。とりあえずちょっと寒そうってことで終わり。あっちか。会議室は多分変わらないと思うんだけど、もなかったよね、ここは。ここほんと使わないね、今回。
昔はなんかこう寒くなるとさ、そこにみんな集めて、ピエトロはちょっと足プランプランさせてさ、会議してたなっていうのをなんか思い出すんだけど、部屋に一個ずつあると思うんだけどな。あったあった、 OK。火ついてなくても起きてるもんなんだね。エレナの部屋か。あ、エレナのこれは多分変わらないと思うから、ピエトロの方が日記が更新されてるかも。最後だね多分。でも最後だと思う。来た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 。ここにも、あ、落ちてる落ちてる。これが多分、もうちょっとで開けられるかもしれません。で、これ見てみましょう。日記、お父さんのだ。来た。もう一度封印をするために、急いで、ナルシア。してたの。何言ってるんだナルシア。一緒に帰るって約束したじゃないか。諦めちゃダメだ。ごめんねピエトロ。私が海水に触れれば泡になるもの。ピエトロはその泡で呼吸して上まで上がってね。マルシア、ダメだよ、そんなの嫌だ。最後までそばにいられて私幸せよ。ありがとうピエトロ。約束破っちゃった。ごめんね。してレムリア大陸からこの辺でやめておこう。でもそんなことがあったなんて。ちょっとまたうるうる来ちゃったんだけど。ダメだよ、ちょっとエンディング見せちゃダメでしょ。ちょっとダメだよ。私ここの部屋で撮ったっけ、エレメント。撮ってた？ここ あったっけ。忘れちゃったよ。もう猫の顔が怖い。もうやだ。もう
何回見てもちょっとうるうる来ちゃうよ。でこれで多分日記シリーズ見れるやつは最後ですね。今ので最後だったと思います。はい、またこの前にあった、あともう一個あった。よし、一応じゃあこれで全部見たかな。一応見たので次回鍛冶屋の方ですね、あっち側に行って、多分向こう側でわらしべイベントを進められると思うので、それを進めてから海岸の方に向かいます。はい。